では30秒前です。はい、じゃあ開始していきます。10秒前です。ごめんなさい、ちょっと失敗しちゃったんで、あと30秒遅らせます。大丈夫です。10秒前。五、四、三、二、一。なんとも、このラジオ知らんと、時刻は13時を回りました。なんとも、このラジオの知らんとの時間です。MC はなんとです。今日は、いつもは山内局長と一緒にラジオをお届けするんですが、今日はこの方と一緒にラジオをお届けしたいと思います。自己紹介お願いします。はい、どうも、FM ギノアのできる男、私、キャンでーす。よろしくお願いします。はい、今日はですね、キャンさんと一緒にラジオを30分お届けしたいと思いまはい、す。よろしくお願いします。はい、キャンさん、はじめましてですね。そうですね、直接顔を顔を拝見て見お会いすするのの。は、初めましてですはい、ね。はじめまして。よろしく お願いよろししくお願いいたします。ます。めちゃくちゃ緊張してます。キャンさんに会うの初めてなんで。いつも、ツイキャスの方でやり取りしてるので、いつものそうノリですでね。構いませんので よろしくお願いいたします。よろしくお願いはしい。ます。この番組はですね、愛知と FM ギノワを、ズームでつないで配信の方をしています。この後、お昼1時半まで、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、rant.radio@gmail.com、rant.radio@gmail.com。この番組の専用メールアドレスになっています。また、この番組は YouTube とツイキャスの方で配信をしています。YouTube はですね、FM ギノワのホームページから見ることができますので、もし YouTube に興味がある方は YouTube をご覧ください。またツイキャスはツイキャスアプリの方をダウンロードしていただき、FM ギノワセカンドというアカウントがありますので、そちらをご覧ください。また、サイマル放送も行っています。スマホで聞く場合は、アプリ2種類あるんですけど、マイチューナラジオ、またはリッスンラジオ、リスラジオをダウンロードして、皆さんが好きな方で FM ギノワンをお聞きください。それでは、ここで1曲お届けいたします。曲は私の大好きな純烈。今年出たばかりの新曲です。だって巡り会えたんだ。こうするとモニターができないのか。どうしたらいけるかな。
あ、ナルトラさんだ。そうでしたね。セカンドじゃなかった。ちょっとお待たせしました。もう一度いきますか。少しタイムラグはあるんですけど、はい。今ツイキャスで音声聞いてます。はい。こちらいきます。ちょっと今日トラブルで、セカンドの方が使えなかったんで、そうですね。セカンドかなって思って、メインの方先週。でちょっと、はい。少しタイムラグはあるんですけど、そうなんですよ。セカンドだ。山内さんにもセカンドだよって教えてもらったんで、セカンドで流しちゃって、ツイッター。そしたら、ナルトラさそうんなんが、です。いえいえ、もう普どう段セもカンドなので間ー。違いないんですけど、でした。ちょっと急遽対応したのでうまく接続できなくて申し訳ございません。大丈夫です。曲はあと2分です。はい、2分。緊張しますね。ナルトラさん、もし今、よければセカンドに流れている皆さんに、こちらおに願誘い導ししまていす。ただければ助かはい。ります。もう音楽流れてる間、ラントさんの声確認する手法がなくて、そうですね。今頑張って自分のスマホで確認してます。ごめんなさいね。すいませんね。ツイッターに。いえいえ、ちょっと僕も慣れてないんで、いろいろ便利な方法を私考えも、ておきますね。そうですね。携帯を、ズームでつなげて、右にタブレット置いて、ツイキャスと Gmail を一緒にパンって見れるようにしてて。あれ、セカンドすぐ繋がんないなってなってて、こっちも戻ってて、昨日の本だから、と。今日はキャン失さん礼のし日ましなた。んですか？今、ミキサーいっぱい、ミキサーさんいっぱいいますよね、キャンさんの他にも。夜。あ、夜は僕だけなんですよ。あ、そうなんですか？あと40秒で曲が終わります。はい。ではよろしくお願いします。はい、じゃあ10、9、8、7、6、5、4、どうぞ。お届けした曲は、純烈の、だって巡り会えたんだ、でした。続いてはこのコーナー行きましょう。ラントーク。このコーナーはですね、毎回お題を決めて、リスナーの皆さんから、メールをもらうというコーナーです。パチパチ今パチ。週のテーマはですね、あなたの好きなラーメンは何ですか？というおお、メールテーマにしました。あなたの好きなラーメンは何ですか？はい。皆何でさすんにか？ぜひ聞きたいところでございます。はい。なので、皆さんからメールが来てるので、早速読んでいきたいと思います。はい。ラジオネーム、ティンクルちゃんです。お、ティンクルちゃん、はありがとうございまい。す。ティンクルちゃんは初メールなんですね。おティンクルちゃん。ランタさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。初メールを送ります。ティンクルちゃんです。テーマ、あなたの好きなラーメンは？私の好きなラーメンは塩ラーメンです。ラーメンの中でも好きなのは、マルちゃん製麺の塩味が好きですということです。キャンさんは何味が好きですか？僕ですね、今豚アレルギーで食べれないんで、あ、そうなんですね。キャンさラーんアレルギーあるんですでね。も一番好きなのは豚骨だったんですよ。あ、いいですね。もう豚恋し骨くてしでょうす。がないです。そうですね。豚骨は美味しいですよね、一番。よく九州に陸上の大会で行ってたんで、ああ、本場の九屋州。台の豚骨ラーメン美味しかったです。美味しいですよね。私も豚骨大好きです。じゃあ次。
きます。3つ目です。ラディルレランタちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにち埼は。玉のゴーです。ああ、ど埼うも。玉のゴーさん、ありがとうございます。テーマのあなたの好きなラーメンは、麺は固めで太め。スープは味噌、豚骨、魚介。特にこだわっているわけではないけれど、ラーメン食べるときは醤油や中華そばは好んで頼まないですね。ラーメン頼むときって、餃子も頼む派。ニンニクが効いたパンチのある餃子がチキということで、なんか郷さんすごい初メールなんですね、郷さんも。あ、郷さんも初めてなんですね。ありがとう郷ございさんまもす。めっちゃ、なんかすごいこだわってますよね、郷こさん。だわってますね。私なんか魚介系ダメで、はい。煮干しラーメンってなんか昔一時期流行ったじゃないですか。ありましたね。なんかすごい煮干しが入ってる。あれがダメで、もう匂いからしてダメなんです。煮干苦し。手なんですね。苦手なんです。食べる煮干しは好きなんですけはい。ど、ラーメンに入って煮干しはダメですね。僕は逆に魚介系だったら今食べれそうだなと思って。あ、そうですね。はい。豚は入ってないので、そうなんですよ。だ食べから、れます。あさりそば出してるお店に行きたいなと思って半年経ちました。忙こしくのて行けないで前、す。まあ、地元のセントリアっていう空港があるんですはいけど、はいはいはい。そこにアサリの出汁を取ったラーメンが売ってて、結構美味しかった。美味しかったですか？ああ、じゃあ楽しみですね。なので、愛知に来たときはぜひ食べに食べたい来てとく思いださい。ます。はい。じゃあ次ですね。ナルトラさん。こナのルトさん。方は、はい。毎週水曜日の FM ギノワンで番組を持っている、まあ、ナルトラさん。最近ちょっと、夜の番組に2回ぐらい出てましたね。そうですね。面白いおじさんだと思います。面白いおじさんってはナルトラさん。ナルトラさん、面白いですね、おじさんです。はい。カップラーメンなら、なんといっても、キンちゃんヌードルですね。本当に小さい頃から徳島で食べてて、沖縄に引っ越してからも普通に手に入る、ずっと変わらないパッケージ、変わらない味がありがたいですね。キンちゃんラーメンって、私初めて知ったんですけど、東京では売ってないですね。そうですね。徳島の、製造で消費ナンバーワンが沖縄っていう、あ、そうなんですはい、か。特殊なカップヌードルみたいですよ。僕私、も、CM はい。に沖縄の方が出てるじゃないですか。あの方たちに実際にお会いすることがあって、なんか沖縄はに、なんか日本一金ちゃんラーメンを消費してるんだよって言われて、で、徳島のラーメンなのに沖縄ですごい消費されてるんだって思ってびっくりしてました。そうなんですよね。なんでこういうことが起こるんだろうって思うんですけど、うちなんちゅうの下に合うみたいです。カップの底に、こういう鶴の応募券がついてるじゃないですか。あれを何枚当てると、現ナムが当たる、1万円が当たるっていうのを知り合いのフォロワーさん、ツイッターのフォロワーさんが当ててたのを見て、すごいな、いいなって思ってたんですけど、なかなか当たんないですよなね、あかなれか当ね。たらないですね。そうですね。当ててみたい。はい。そうですね。あ、じゃあ次ですね。はい、お願いいたします。はい。ではですね、この方、いきましょう。ダントさん、キャンさん、こんにちは。こんにちは。名古屋のダンサーズさんですね。名古屋のダンサーズさんです。ラーメンは大好きですよ。醤油、塩、味噌、豚骨、何でも好きです。愛知県在住のラントさんでしたらお分かりになるかもしれないですが、スガキヤラーメンはなんだか落ち着くラーメンです。このラーメンですが、現在390円で販売していますが、昔は180円の時もありましたね。ラントさんはスガキヤ行きますか？よろしければ、スガキヤについて語っていただけますか？よろしくお願いします。今朝、スガキヤラーメンご存知ですか？いや、初めて聞きました。どんただ、なスラーガメンキなんヤですか？は、スガキヤラーメンはもう名古屋でドローカルなラーメンで、和風豚骨味のラーメンなんですよ。お、和風豚骨。鶏ガラ、
から抽出した豚骨スープにはい。昆布や魚介から取った出汁を合わせてて、和風豚骨っていうラーメンなんです。めっちゃ美味しそうですで、ね。スガキヤっていうのは、はい。お店、スガキヤラーメンのお店もあるし、カップヌードルもあるし、乾麺もあるっていうので、名古屋ではドローカルなラーメンなんですね。これはもうぜで、ひ。このラーメンは特殊な食べ方があって、これです。なんかフォークなのかスプーンなのか。これはラーメンスプーンという特殊な食べ物で、多分なんか愛知県民なら誰でもわかるんですけど、まずこの先端でラーメンを食べます。で、このスプーンの部分で、ラーメンのスープを飲むっていう。なんかレンゲとフォークがなんか一緒になってるやつめっで、ちゃ便利ですね。実はこれ、マイラーメンスプーンなんです。おお、いいですね。こなんか、れ、何年か前のスガキヤのキャンペーンで、なんか、スクラッチを削ったら、なんか当たりが出たらもらえるってやってて、当たりが出てもらったラーメンスープなんです。わあ、いいなー。これ、なんか沖縄そばとかいろんな麺類使えそうあ、ですそうもんです。ね。麺類は使います。ここの、本当にフォークになって、フォーク包みになってるんで。これは、愛知県民は普通に知ってるスプーンです。ちょっとこれぜひなんかどっかで手に入れたいなと僕も思います。売ってないんですよ。これなんか全然。そうなんで非すね。売品なんですよ。非売品なんですか？そうなんです。非売品なんです。あー、どこにも売ってないんです。なんなのと。で、久我木屋さんが何かのキャンペーンをしない限りは、これ。じゃあ本当に貴重な限定品をお持そうちなでんすですね。ね。ここに、アニバ、あ、ちゃんとスガキヤって入ってるんです。すごーい。これは、なんか、なんかの時のアニバーサリーですよって書かれて。おお、めっちゃいいですね。ラーメンもあるんですけど、五目ご飯もすごく有名で、ラーメンに五目ご飯とサラダをのつけたのをセットにしたりできるので、結構ご飯も食べたい人もあれば、ラーメンだけの人もあるので、本当に他県の人は愛知から来たら、スガキヤラーメンを食べてほしいと思いいや、もうぜひ、これはもう食べていただきたいですね。ます。あ僕も。と、台湾ラーメンっていうのもあるんですけど、名古屋の。台湾ラーメンは名古屋発祥で、台湾では作られていないラーメンらしくて、辛いラーメンの上にミンチ、豚ミンチが乗ってるラーメンなので、これもスガキヤラーメンと一緒に愛知に来たら食べてほしいと思うので、皆さんよかったら食べてみてください。ぜひいただきましょう。はい。以上、ラントークのコーナーでした。はい、ありがとうございました。じゃあ次はですね、いつもは自分が好きな曲とかをかけているんですけど、今日は2曲目はですね、キャンソンセレクトでかけてみたいと思います。じゃあお願いします。ぜひ貴重なそのリクエストとかのところをいただいたんで、僕が結構好きなアーティスト紹介したいなということでこの曲を選びました。CTS で、フューチャリング初音ミク、千本桜。あ、結構来た。ツイキャスいっぱい来てます。ありがとうございます。ナルトラさん、ありがとうございます。え、ゴーさん、自信あったんですか？ばあさん、こんばんは。埼玉のゴーさん、名前で遊ばないでください。タッチーさん、こんばんは。ヤンキチさん、こんばんは。あ、カップラーメンは関西でも売ってるんだ。フォープーン。フォープーンではないですね。そうです。この前、ツイッターにあげました。はい、すいません、お待たせしました。一応音楽が終わったら
4分ぐらい余る計算です。はい。何か。あ、じゃあ、ツイキャス読みます。今日せっかくツイキャス開いてるので、4分。はい、お願いいたします。関東揺れたみたいですね。揺れたんですか？愛知？あ、そっか、関東なんがか揺れても愛知を揺れ。でも埼石玉の川坊が、さんが5弱。ええー、揺れたんだ。5弱。そう、ヤンキチさんそうです。この前のスプーンです。クイズに出したんです。ツイッターの。ユリゲラをこうやってやる人ですよ。ユリゲラをこういう人ですよね。曲がる人。都内は2なんだ。関東の皆さん、大丈夫ですかね？そうですね、地震。なんか今月は日本中ちょっと地震が多くて、そうですね。愛知県も南海トラフがあるのか、ないのか、ちょっと怖い感じの、なんで。沖縄も結構今月揺れてるので、ああ、そうなんですね。実は震度2ぐらいの地震があったんですけど、マグニチュード的には石川の地震と同じぐらいの地震が5月の初めにあったんです。なんか、石川が揺れたとき、ちょうど仕事中で、美容者がちょっとね、感づいて。と30秒で曲が終わります。はーい。ではよろしくお願いします。はい。10秒前。はい、ではどうぞ。はい。お届けした曲はキャンさんのリクエスト曲で、はい、CTS で、千本桜でした。ありがとうございます。はい。ここでですね、今日はツイキャスも配信しているので、来た人のメッセージをなるべく読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ナルトラさん、ありがとうございます。はい。ナルトラさん、書き込み、ありがとうございます。はい、埼玉のごさん、地震あったぜっていうことで、大丈夫でしたか？結構最近揺れてるので皆さん気をつけてください。ロアさんこんばんは。サチさんもこんばんは。あ、ヤンキチさんもこんばんは。埼玉のごさんから8連おいしいぜって来てるんですけど、これは沖縄のラーメン屋さんですか？ひふみさんのスポンサーになってるところですね。ああ、麺屋8連ですか？はい。はあ、でですね、ナルトラさん。店舗、鈴木屋のさっきの店舗はですね、東海地方周辺にしかないんですよ。でもカップラーメンは関西でも売ってるそうなので、関西に行った方はどうぞお食べください。はい。あとは、ですね、この間、このスプーン何に使うんですかってはツイッターに載せたんです。なんかめっちゃみんな面白い回答をしてくれたので、い、はい、今後もちょっとこういうなんかマニアック、愛知県民しかわからないマニアックなクイズもちょっとずつツイッターで上げていこうと思います。はい、もうぜひよろしくお願いします。埼玉のごさん、ユリ・ゲラーって誰ですか？ユリゲラわからない方もやっぱりいるんですね。
曲げてもらって、これを曲げるんですか、ユリゲラ。そうです。スプーン曲げをする方です。超能力で。ああ、そういうこユとンゲですラーのね。元になった方ですね。こういう人ですか。なんか、はい。耳、だいいっから、て。一回訴訟問題がありました。僕たちが小学生の頃に。そうなんですはい。ね。あ、沖縄大好きさん、こんばんは。あら？あらら、誰かと思ったら。はい、今日は、いつもは山内局長となんですけど、今日はキャンさんに浮気しました。はい。キャンさんで、ね、よろしくお願いしなんかます。ね、はい。はい。じゃあ、今週はですね、キャンさんと一緒に番組をお届けしたんですけど、キャンさんどうでした？いや、楽しかったですね、やっぱり。ああ、ありがとうございま愛知す。県のこの僕の知らないことをいろいろと教えていただいたんで、はい。じ早ゃあく豚もうアレルギーを治してラーメン食べに行きたいです。明日。そうですね、来てください。はい。もう明日からじゃあ、キャンさんもちょっと愛知県民どうですか？ああ、そうですね。ちょっと仏壇があるんで、僕沖縄から離れられないんですよ。あ、そうですね。沖縄のね、お墓も大きくて、びっはい。くりしました。そうなんですこよの前。ね。愛知県民もいいですけど、沖縄愛もいい知とこ県ろなん民、で、沖縄に来てくだそうさい。ですね。行きます。行って、FM2 の1にお邪魔したいと思い はまい、す。よろしくお願いします。はい。ですね、キャンさん。来週のラントークのテーマをこの時に決めるんですけど、はい。キャンさん何がいいと思いますか、来来週。週のテーマ、来週はもう6月に入ってますよね。そうですね。じ6ゃあ、月で。もう時間も少ないんでパッといきますね。はい。ジューンブライドとかはいかがですか？はい、そうですね。じゃあ、ジューンブライド、いきます。はい、よろしくお願いしはい、ます。お願いします。ではですね、締めていきたいと思いまはい、す。お願いします。10秒です。はい、今週もラジオをお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。ラジオのお相手は、ラントと。はい、キャンでした。あでは、また来週。さようなら。りがとうごバざいイまバしーイ。た。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。お客様の皆さんもありがとうございました。は放送用の音源は止めたんで、ちょっとだけアフタートークですね。い。いや、キャ初ンめまさしん。てで、ちょっとお互い緊張しましたけども。そうですね。今日はありがとうございました。キャンさんのお耳汚しになっちゃったかもいやしいやいやいや、全然もう、ナントさんと初めてちゃんと生でお話できて楽しかったです。れない。はい。じゃあ、これも名古屋のお菓子です。あ、お菓子なんですか？あ、これは、ちょっあ、とガチャガチャのフィギュアなんですけど、はい。ピオリンっていはうい。ケーキなんですよ。こういう形のケーキがあるんですね。あります。中がプリンになってて、はい。なんか新幹線とか電車で揺れると、はい。くちゃくちゃになっちゃうっていう。なので、ピオリンチャレンジっていうのがあって、いかに崩さずに持って帰るか。じゃ、可愛くないであれですね。僕車好きなんで、ボンネットあ、とかダメ揺らでせす。て いかに揺らさないで運転するかっていう。そうですね。いいんでイニす。シャル D の水を入れたコップのように あ、扱うと面白そうですね。86乗りたいな。86もかっこいいですけど、僕はRX8 って車に乗ってるんで、かっこいいですね。8も楽しいですよ。そうですね。トヨタもごひいきにお願いしそうまですね、愛知はトヨタす。ですあいもんつね。でも。スープラとか乗りたいですね。あ、いいですね。でも社長さん変わっちゃったんで、今。でも、秋夫社長はもう会長になったので、会長です。はい。あれじゃないですか、経団連の会長とか狙ってるんじゃないですか。あ、ツイキャスも終わっちゃった。あ、落ちた。大丈夫はい、じゃあ、ありがとうございました。です。また、聞きます。K&K 聞きまはい、す。よろしくお願いします。お疲れありが様とうございます。です。ありがとうございます。